ございました。ありがとうございました。それではいよいよ特集に行ってみましょう。はい、今夜はですね、劇団アクターズスリル&チャンスの解散公演のドキュメンタリー、はい、そしてそのラストステージの模様をお送りします。題して最後の疾走。安江ちゃん前に初めて舞台をやった時にしましたね、最後の公演終わったらすごい寂しかったって言ってましたね。終わった後はすごく寂しかったと思うんですけど、今思うとすごくいい思い出になっていて、やっぱり皆さんもこれは10年やってたってこと、15年かやってたってことで、流す涙も15年分でしょう。はい、それではその涙の特集いってみよう。これが本当に最後です。気合入ってますか。はい。卒業式みたいですよね。なんか何かバリバリ行ってやりましょう。よろしいですね。はい。やめるのが一番。最後までスリル&チャンスでいましょう。よろしくお願いします。さあ、はい、それではいきます。せーの。走り続けたことに意味は、走り続けた先にゴールは、そして走り終わった後に結論は、今一つの劇団が終わろうとしている。第1回目の公演のタイトルがスリル&チャンスだったんですよ。座右の銘になればいいなとは、スリル&スリルの連続になってですね、だからスリルがあってチャンスがあるといいよねっていうのからそれにつけたんですけど、もう作ってからはもうスリルとスリルの連続で、もうチャンスどこにあるんだっていう状態だったんで。劇団アクターズスリル&チャンス、俳優の村尾浩三、村田武宏、堀博道の3人が集まり1983年に結成されました。彼らはコンサート並みの派手な音楽とスピーディーなストーリー展開の作品を発表し、幅広いジャンルのファンから支持されてきましたが、結成15年目を迎えた今年、劇団は解散を決めたのです。その解散を決めたのは座長である村尾浩三でした。彼の作り出してきた作品に憧れて集まってきたスタッフや劇団員たちには、不安や悲しさを感じながらも解散への現実感はまだ見えていませんでした。そしてその思いを抱えたまま、10月6日の北海道旭川から11月15日の東京まで全国9カ所を回る解散ツアーがスタートしたのです。10月28日、スリル&チャンスの劇団員9名、ゲスト出演の役者12名、スタッフ3名、総勢24名は東京羽田に集合。ここから九州へ向けて出発します。地獄のツアーになると思いますんで、体壊さないようにやっていきたいなと思ってる、はい、みんなそれしか言わない。最初の目的地は福岡。今回の公演では過去の代表作と新作を合わせた8本の作品をオムニバス形式で上演しています。そのため総重量15トンもの機材を運び込んでいるのですが、実はこの作業をしているのは全て役者たち。自分たちでセットを運び、セッティングし、上演するということを結成当初から繰り返してきたそうです。シャアさん、アンドロイドボックスって降りたの？はい。ないってことだ。ないって。見た。一方、村尾浩三は劇団結成から書き続けている観客へのメッセージ、ショーについてを執筆していました。これには彼の舞台にかける意気込みが熱く綴られ、公演のたびに観客へと配られているのです。この場所から僕たちの最終疾走はより加速すると感じています。
そしていいラストになればと思います。いいさよならはどんなさよならなのか分かりませんが、僕たちは全力で走り切ります。まだはっきりとは見えていない心の動きを感じている村尾、彼に残された時間、劇団員たちと共有できる時はあとわずかです。村尾とずっとやってて、この男には好不調ないな、全て不調な時でもそれを何とかして好調に持ってって作品を出してるなっていう感じがすごくして、一緒にやっててそういう面白さがあってだから辞めたくなかったし、この男とは多分一生付き合うだろうなって思ってたし、座長のおかげなんでしょう。結構いろんな発見をさせていただいて、ああこんなことできるんだなとか、こんなことしたら楽しいんだなとか、いろんな発見があって解放させてくれたので。前だけで300ぐらいじゃないですか、これだったら。じゃあ小ホールって何だもんね。あ、250とか。響きがいいね。ちょっと残るかなって思って。人が入れば、人が入れば入るよね。うん。常に観客を意識し舞台を作り続ける村尾浩三は、公演場所が変わるたびに必ずステージ上で稽古をします。そして昨日より今日より明日と、より良い芝居を観客に届けようとしています。スリル&チャンスに妥協という文字はないのです。はい、一回止めます。それでいいのかもしれない、かもしれない。だからこっからちょうどこの300くらい、うん、多分ノーシェルターなんかもこの辺、はい、はい、じゃあそれまで、明日も頑張ってください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お願いします。天神まで歩いて帰れる方、太田さんに。この日の夜、普段通りのツアーを過ごしてきた若手劇団員たちは一つの行動を起こしました。会場の準備が終わった後、解散していく自分たちの姿を一人でも多くの観客に見てもらおうと、チラシ配りをすることに決めたのです。10分目。じゃあ30分だけお約束で頑張ってください。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。笑えて、もう本当泣けて、最後にはもうグッとくる最高な芝居なんで、屋台を中心にここ困りました今。 OK、 皆さん持ってらっしゃる。 OK、 で今私実はいいチケット持ってるんですよ。私興味は、まあ、でも検討してください皆さんで。どうもすいません、ありがとうございました。これまで顔にも言葉にもその思いを表さなかった若手劇団員たち、解散まで残り3週間となり、彼らも現実を受け止め始めたのでしょう。福岡での本番当日、それぞれ緊張しているかと思いきや、実にリラックスした雰囲気の中、昼過ぎには全員が劇場に入りました。おはようございます。おはようございます。いや、重たいです。おはようございま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 す。よろしくお願いします。まず彼らがやったのは準備運動、バラバラではなく全員揃ってやることに座長村尾はこだわります。役者たちの気持ちが揃った時、いい芝居ができると考えているからです。会場1分前、解散することが正しいのか、観客は受け止めてくれるのか、村尾の心が揺れる瞬間です。はい、ありがとうございます。見てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ会場です。そしてこの瞬間、スリル&チャンスのメンバーは一つになろうとするのです。
ず行われるこの儀式に台本はありません。役者全員の思いを受け止めた村田武宏から自然とこれらの言葉が出てくるのです。悔しがらせてやりましょう。この言葉には複雑な思いが感じられます。怖いんだよね、せかすわけにもいかない。本当今日そう思ったよね、うん、なんかいつもだいたい客が乗ってくんないとなんか嫌だみたいなことは思っちゃいないんだけどさ、うん、そう思っちゃうじゃん、うん、今日お客さんが乗ってくれたから、うん、ありがたかったね、うん、また一つスリル&チャンスに歴史が刻まれました。しかしその余韻に浸っている時間は誰にもありません。彼らの意識はすでに次の公演に向けられているのです。九州ツアーのラスト。